はい、それでは別館です。今日は私からですね、はい、ちょっとこの有本さんを見てるといつも男前で気持ちがいいので、はい、こういった稀有なこう女性としては稀有なキャラクターっていうのはどうやって形成されたのかなっていうのがずっと興味がありまして、そのご自身が育ってくるにあたってすごく影響を受けた人とか影響を受けた本とかって何かありますか？あまりないんですけどね、うん、いやそれむしろ私は同じことを桂木さんに聞きたいぐらいなんだけれども、まあこの後に聞きますが、うん、私は実はこのチャンネルさくらさんでも話したことあるんですけど、うん、もうめちゃくちゃに田舎で育ってるんですよ。なんか和歌山県だって。違う違う、伊豆のね、ものすごい西伊豆の片田舎で、そのもう目の前が海で後ろはすぐ山みたいなところで育っているので、そのすごく人口も少ない漁村で育ってるから、漁村っていうのは大体荒っぽいんですよね。そうですよね。で、田舎っていうのはまあ非常に暮らしにくいところなんです、うん、人間関係近くて、うん、でそれに常に反発していましたけれども、はい、要するにその都会では育ってないから、うん、それは性格にはだいぶ影響したでしょうね。へえ、うん、あのそんなにね、こうなんかすごく建前ばっかりで、うん、相手の気持ちを探り合うっていうようなことはしてこなかったかな、うん、なるほど、うん、確かにもう尖閣に行くにあたって石垣の漁師さんと親しくさせていただきますけど、うん、一緒にいると敬語を忘れるんですよね、うん、そうなの、あのね漁師言葉って本当怖いんですよ全部フラットでしょ、そうそう、それでいて結構乱暴じゃないですか、はい、あれになれるとね、えらいことになるんですよ本当に最初びっくりしました。親子ほど年が離れてても、うん、セイチェーとか言って呼び捨てにしてるし、そう俺はお前みたいな感覚でしょ。そうなんですよ。ああいう感じの中で育たれたんですね。そうそう、そういうところで育ったんです。ですからね、私の父親はそこの人間じゃないんですけれども、まあ、母がもともとそこの人で、うん、で、まあ、結婚して私は奈良で生まれたんですね、うん、両親結婚して奈良で生まれたんですけど、そうなんですか。あのうちの父がね脱サラして、なんかそのちょっと変な気を起こしてね、脱サラしてなんか授業をやるのに、はい、その自分 の, その、まあ、妻の田舎がなんか環境いいところだから、うん、あそこでやってみようかっていう変な気を起こしてしまったがために田舎で行くことになっちゃったんですよ、はい、奈良市内ですか。奈良市内にいたんですけど、うん、そこからその母の田舎である西伊豆に引っ越したんですね、うん、で奈良にいた時はまあまあ都会だったんですけど、うんうん、まあ、奈良もそんな都会じゃないけどねでもさ、もう当時伊豆に行ったらね、本当に田舎でしたからね、うん、でまあそういうところに行ったんですけれども、あのですからね、その最初のその言葉のね、うん、違いからして、うん、もう私の父は本当に結構カルチャーショック受けてました。なるほど。要するにいきなりお前呼ばわりされたりするわけだからそれはびっくりしますよ ね、うん、そうなんですよ。じゃああれですかね、あんまり男の子女の子関係なく、そうそう、元気いっぱいに育っちゃったって感じですか。まあそうですね、でなんかほら中学なんかに入ると、もう部活は必須みたいな、全員運動部みたいな、運を言わさず。何をやってらしたんですか。私はテニスですから、まあ、意外と軟弱な方ですけれども。そうですか。そう、でももう全員運動部みたいなね、そういうところですから、それは多分性格にはだいぶ影響したかもしれませんね。なるほどね、確かになんかこの切符の良さというか、ズバッという感じとかは、っていうかあんまり深くそのぐちゃぐちゃ考えないっていう、うん、でもダメだったことはすぐ諦めるっていうところはありますよね、やっぱり漁師はそういうもんですから、ね、そうですよね。でも桂木さんはどうしてこんなに幅広くいろんなことをしてらっしゃるの、うん、いやなんかね、私の中では幅広くしてるつもりはなかったんですけども、根っこはみんな一緒なんですよね。ちょっと今日の高市さんの話もすごい共感したのは、全部やっぱりこう東京裁判から来てるなっていうふうにすごく思っていて、で、うん、でまあ、自然環境に関してもその捕鯨の問題とか大麻の問題とかも扱ってるんですけども、それも戦後 GHQ の戦略によって操作されていたり、うんうん、まあ、あの捕鯨の方はですね、あのベトナム戦争の時に枯葉剤を撒きまくっていたアメリカがストックホルムで行われる環境会議で自分の国が攻撃されないように、うん、日本をスケープゴートにして、日本はこんなひどいことやってるんだよって目を向けさせるためにそもそも始めたってことを、まあ、これはあのビハインドザコーブっていう映画を作った八木恵子さんの作品から学ばせていただいたことなんですけど、なんかみんなそこにつながっていくなっていうのがあって、まあ、尖閣や拉致問題で日本が腰抜け対応しかできないのも元はといえば戦後体制じゃないですか。だからそこをひっくり返さないともう日本再生できないなっていう思いで活動しているうちに、なんか
気がついたらいろいろやっていたみたいな感じなんですよね。そういうことなんだ。でもね、もともとね、笠木さんはそのもともと例えば大学は東大だし、はい、そもそもなんか戦後エリートのなんかもう集まるところみたいなところにいたわけでしょう。そうするとその戦後体制の欺瞞みたいなものにはいつどうやって気がつくんですか、ついたんですか。大学生の時にはまだ気がついてなかったですね。で、まあ、2つきっかけがあったんですけど、1つはもともとライフワークにしてた自然環境問題を通じて、それもあの卒業しちゃってからだったんですけれども、それまでなんか国を守るっていうと国土を守るとか国民一人一人を守るとか、うん、形のあるものを守ることとしてしか意識してなかったんですけど、もっと大切なのはその国の人たちが先祖からこう連綿と受け継いできた文化とか価値観とか自然観とか、うん、で具体的に言うと一木一草にも神様が宿るっていう自然観がこの日本の自然を守ってきたんだなっていうのに気づいた時に、こういうことこそが本当の国の守りなんじゃないかと思って、うん、わあ大事だ国の守りって、私もそこに関わりたいって思うようになったことが一つのきっかけと、あと大学時代に始めた合気道という武道を通じて、まあ、合気道って自分から人を攻撃しないんですけど、それってスケール変えたら自衛隊の在り方と国を守るために、うん、他国をこう、ね、攻撃するためにいるんじゃなくて、うん、自分たちを守るために存在している自衛隊の存在意義と私がハマってる合気道ってスケール違うだけで同じ意義なんじゃないなと思ったことがきっかけでしたね。なんか深いね。いやいやいや、やっぱり深いですね。そうすると、うん、その合気道をやってらっしゃったことと、例えばその後ね、まあ、そういう形で自衛隊とのまあ共通項みたいなのを言い出して、はい、うん、自衛隊にもこういろいろ接点を持っていく、予備自衛官になる、うんうん、っていうふうにどんどん発展していったわけですか。そうですね。最初にできちゃうのもすごいわね。いやいやいや、そんなことないですよ。最初に関わったのは、うん、まさに今日お話しした市ヶ谷大ツアーの案内人になったんです。でそれをやってるうちに、うん、公募の予備自衛官制度が始まるっていうのを知って手挙げて一期生になって。そうですか。それ何年ぐらい前ですか。平成13年ですね。じゃあ2000年代の最初ぐらいって感じですかね。そうですね。911が起こった頃でしたからね。あの頃ね、はい、でも当時はまだ ね、そういうことを女性が思って手を挙げるっていうこと自体がもうそれこそ稀有だったでしょ。いやでも 4% ぐらいはいたんですよ。あの防衛じゃ自衛隊の中の女性の比率も、うん、予備自衛官の中の女性の比率もそれぐらいでしたね。なるほどね。じゃあその 4% の中のお一人だった、うん、でも実際はね、うん、女性の方が真面目なので、うん、現場にいる比率はもうちょっと高い印象を受けてましたけどね。へえ、はい、今日は有本さんも奈良に関係してたって分かってちょっと嬉しいです、うんうん、小学生の時に奈良にいらっしゃるんです、はい、私は小学校に上がる前に奈良から引っ越したんですよ。奈良にね、あの縁のある人結構多いんですよね。そうですね、そうなんです。福島香織さんもそうだし、あ、そうですね、今日高市さんもね、そうそう、高市さんもそうだしね、まあ、奈良ってところもなかなかね、生活するといろいろ大変なところですけどね。暑いし寒いし、ね、あ、そう、めちゃくちゃ暑いしめちゃくちゃ寒いんですよね。そうなんですよ。だからあんまりね、その雰囲気良さそうだけども実は結構住むと大変みたいなところはありますけれどもね。またいずれ奈良談義もさせていただければと思います。でもまたいろいろとその、ね、自衛隊に関することもいろいろ教えてください、はい、あ、私でできることでしたら喜んで、はい、今後ともよろしくお願いいたします。今日は有本香織さんにいろいろ伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。